新型コロナウイルスの感染拡大で経済的に困窮し生理用品を買えない女性を対象に生駒市は生理用品の無料配布を始めました生駒市は今月19日から市独自に感染拡大緊急警報を発令し市民に不要不急の外出をできるだけ控えるなど感染拡大防止の徹底を呼びかけています そうした中、生駒市は経済的に困窮し生理用品を買えない女性を対象に防災備蓄品を活用した無料配布を20日から始めました配布は市の男女共同参画プラザなど2か所で行われています 希望者は窓口で市役所など市内4か所で配布されている専用のカードか市のホームページなどのカード掲載画面をスマートフォンで見せるだけで1人につき1パック36個入りの生理用品を受け取ることができます。 市関係の公共施設の窓口ということなので、声に出して、えー、窓口の担当に言わないといけないでもなかなかね、女性限定で、しかも生理用品でデリケートなあの部分の話ですのでと、いちいち説明しなくても分かるような仕組みを作りたいというふうに思いましたあの生駒市ではあの、生理用品に困っている方に対してあの、限定ではあるんですけど、無料配布しておりますので、でぜひご利用いただければと思います。 配布は防災用の備蓄分がなくなり次第終わる予定ですが市では無料配布用に未開封・未使用の生理用品の寄付も受け付けています。